本日お送りいたします曲は1曲目にアホールニューワールド、2曲目にハリーポッターをメドレー形式でお送りいたします。どっちも耳なじみのある曲だと思いますのでお楽しみいただけると幸いです。それではお聴きください。Thank you.
Thank you.
僕たちは、千と千尋の神隠しメドレーを演奏します。いろいろな場面で使われている有名な曲の、メドレーになるので、ぜひどこで使われているかとかいうのを想像しながら聴いてください。ぜひお楽しみください。
にちは。今までの演奏を楽しみいただけたでしょうか。明治大学交響楽団の演奏は私たち最後になります。私たちが演奏する曲はラプソディ・イン・ブルーです。この曲はアメリカの作曲家ジョージ・ガーシュウィンによって作曲された曲です。本来は管弦楽とピアノで演奏されますが、今回は見ての通り金管80奏で演奏します。ぜひアメリカのジャズの雰囲気をお楽しみください。
Thank you.